どうもこんにちは、アキトです。今日は1月5日火曜日、ナイキダンク祭ってこうぜ、イエイイエイということで始まりました。今日も京都で8分超えれるか不安なんですけども、頑張っていきましょう。皆さんの応援が必要です。どうぞよろしくお願いします。アキト頑張って、8分アキトなら超えれるよ。いっぱい広告つけようねって。お前も可愛い彼女に振られて陰キャが加速して貧乏になり腐って落ちるとこまで落ちてんだからって。殺したのか。張り切って今日もスニーカーズやっていきたいと思うんですけども、今日の僕の本命はこちら、ネバダ大学ラスベガス校モデル。このカラーいいですよね。通称パンダと言われる白黒モデル、これが一般的にはこっちの方が人気なのかもしれないですけどね。僕はネバダ大学カラーの方がいいなと思うんですけどね。これ確か去年オフホワイトコラボでも採用されてたモデルですよね。あの忌まわしきアトモス千駄ヶ谷店での並び、伝説の回ですね。抽選後泣き崩れるという。もしよかったら僕の数少ないアーカイブの中から探してみてください。よろしくお願いします。そしてウィメンズモデルとしても出ます。こちら UNC カラーノースカロライナ大、ウィメンズモデルですが、サイズは大きいのもあるということで、こちらも抽選していきたいと思います。他にグレーのモデルもありましたよね。でも今回スニーカーズではあれはリリースされないんですね。でも前にもめっちゃ似たのリリースされましたよね。あれは数ブッシュだけがグレーなんでしたっけ。僕もスニーカーズであの時は動画を撮れずに休んでる時期だったんですかね、やったんですけど外れて、でもその後なんか全サイズリストックみたいのされてましたよね。若干それで熱が収まったっていう感じはありますけども、僕の中で。ダンクは1985年にオリジナルがリリース、2020年、去年が35周年だったんですね。それでいろいろなモデルがリリースされ、今年も人気は継続中ということですね。はい、とりあえずダンクの説明終わりました。ここからが本番です。いやー、ちょっと悪魔のメールが届いたんですよ。いろんなエロサイト見まくってるからフィッシングでまた迷惑メールが届いたのかなと思って開けてみたらこちらですよ。ハノンでいいのかな。ハノン。いや、これ一目見てめっちゃかっこいいと思って、なんだろう、このちょっとヴィンテージっぽいクリームと青の配色に弱いんですかね。僕はつい先日も復刻されてたフォーラム、はい、スルーしようと思ってたのに結局買っちゃったんですけど、いや、これちょっと、おい、ハノン、何この、これショップナウちゃうよ、押してまうやろう、いうファイナルラストセール、今年最後のセールっていうことで見てみたら、85ポンドがセールになって 59.5 ポンド、ポンド、ドルでもなくユーロでもなくポンドっていうか、この記号ポンドって読むの。本当か。だいたいざっくりで言うと1ドル110円、1ユーロ120円、か120.5円ぐらい、1ポンド140円。見るとサイズも全サイズあるんですよね。アディダスバルセロナ。こちらのモデルなんですけども、60年代から80年代にかけ展開された、現在でもヴィンテージコレクターから人気の高いアディダスの都市シリーズということです。都市シリーズって言えばナイキでもいろいろやってますよね。エアフォースワンとか有名ですけど、ジョーダンシリーズでもありますね。このアディダスの都市シリーズっていうのが、ここ最近ちょこちょこ復刻されているようなんですね。最近で言うと2018年10月ミュンヘン、2020年の10月にもミュンヘン、カラー違いで出てます。そして2019年7月ロンドン、同じく2019年の11月マルメ、スウェーデンの都市みたいですね、などなどが復刻されてきて、そして2020年、去年の11月7日にこのバルセロナが復刻でリリースされたみたいです。で、ちなみにアディダス公式で見てみるとソールドアウトしてました。いや、これかっこいいな、やっぱり見てみると。なんでこれに惹かれるんだろうな。俺だけか、このヴィンテージ感とこの青に惹かれちゃうの。俺だけなのか、これダメか、届いても開封動画してもダメか、再生数325回ぐらいか。いや、でもこれはなぁ、かっこいいなぁ。普段めちゃめちゃミーハーでハイプなスニーカーばっかり好きでプレネでばっかり買ってるんだけど、いや、これかっこいいなぁ。アディダス公式ではソールドアウトで、ちなみにゾゾでも見てみたけどほぼ完売でした。
ちっちゃいサイズだけが残ってるっていう状態ですね。セールで1万円ちょっとになってますね。定価が 14,300円、日本でのリリース。販売された場所っていうのはすごい少なかったみたいですね。アディダスバルセロナ。いや、これはちょっと買っちゃうな。もしかしたら国内でも余ってセールになってるから買えるのかなと思ったら、国内ではもうどこにもないっぽいですね。なのでこのハノンでカートに入れてみましょう。前回でも海外サイトでこういうことがあったんですけど、カートに入れると若干値引きされるんですよね。この原理が皆目見当もつかないです。いや、もしかしたらセール中なんでカートに入れるとさらに何割引きみたいな単純なことなのかもしれないですけど、とにかくカートに入れると約10ポンド安くなってます。だから約1400円ぐらいさらに安くなるってことですね。おお、お得やん。だいたい 49.58 ポンド、細か。送料が16ポンド、トータルで約66ポンド、だいたい9240円ということで、ありがとうございます。購入させていただきました。ありがとうございます。アーキトです。どうも。売られました。リリース時定価は海外では85ポンド、日本では 14,300円。85ポンドっていうことは 11,900円。あ、もっと日本の方が定価高くして売ってるやんと思ったけど、そこまでじゃないんですね。約 12,000円、海外で定価、日本だったら 14,300円。そこまで変わんないんですね。いやー、行ってもうたな。これもアディダスフォーラムも到着してんですけどね、開封どうしましょうね。俺だけかな、これ。開封しなくどうしようかな。高評価お待ちしております。開封お待ちの方は高評価をどうぞよろしくお願いします。高評価がね、50を超えたら開封動画撮らせていただきます。今回こちらアディダスのバルセロナ、そして前回紹介したアディダスのフォーラム、はい、高評価50で開封させていただきます。よろしくお願いします。これ普通のスニーカーの YouTuber さんなら高評価50なんて別に普通に撮ってたって、黙ってたってなりますけども、僕の動画では珍しい方ですからね。本当だよ。ということで、ちょっとダンクの方にチラッと戻ると、スニーカーズで抽選エントリーして、その後ナイキのアプリの方にも行ってみたけど、アプリの方が全くエラーで進まないんですよね。サイズ選択してカートに入れようとするとエラーっていう表示がずっと出ちゃって、結局進まず。と言って、スニーカーズの結果の通知も全く来ず、チラッとスニダンさんの投稿の方も覗いてみると、ちらほら結果が出てる方がいらっしゃるみたいで、30分過ぎてたと思いますね、この時はもう9時半。何回もアプリ落として、もう一回開き直して、見てみるけど、まだ保留中のままで、全然通知が来ない。通知はまあ来なくたっていいけど、結果が出てる場合は完売か購入済みになるはずですもんね。それもなくずっと保留中っていうのは、めっちゃ時間かかってました。結局結果が分かったの何分ぐらいだったんだろうな。結局完売って出ちゃったのが、もう10時前、9時50分過ぎてますね。その時にようやく完売表示になって、結局今に至るまで、通知もメールも来ないですね。落選しましたっていう。あ、落選しましたっていうのはあれ、10分とか設けてる時のエントリーの時にしか、スニーカーズとメールのダブルのご丁寧に当選しませんでしたのメールは、あれはその時にしか来ないのか。ということで、約1時間かかって、結局完売ということになりました。ハロー。どうもご視聴ありがとうございました。今後のアキトくんチャンネルもぜひよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ぜひチャンネル登録、アディダスの復刻シリーズの開封、期待していただけると嬉しい限りでございます。ヨーロピコお願いいたします。んてなことで、今の気持ちをファンタスティックみたいな言い方で表現してお別れしたいと思います。なんだそれ。